トヘルトン、トットリンヘルトン、トットリンヘルトン、1973年8月20日隊は、アメリカ合衆国テネシー州、ノックスビル出身の元野球選手。一塁手、左投げ左打。からまで、MLB コロラドロッキーズに所属した。リーグを代表する強打者で、現代の MLB では、数少ないフランチャイズプレイヤーの一人。シーズン終了時点で、通算打率4000打数以上は、現役選手中3くらいとなる。320を記録している。さらにからまで8シーズン連続で打率315以上を記録しており、これを達成しているのは一塁手としては、ルー・ゲイリュック、ビル・テリーとヘルトンの3人のみである。5歳の時、ミネソタツインズのマイナーリーグに所属していたことのある父が、ガレージに洗濯機のホースを利用したティーを作り、練習をさせていた、ノックスセントラル高校3年生の時に打率655、78打数51安打を記録し、有力野球雑誌ベースボールアメリカ誌による高校全米選抜に選出される。卒業後、ドラフト2巡目でサンディエゴパドレスから指名を受けるが、アメリカンフットボール、クォーターバックと野球の両方で推薦を受け、テネシー大学に進学。だがフットボールでは、大学在学中に後に NFL で、スター選手となるペイトン・マニングの加入によって、ベンチに追いやられ、結果として野球に専念するようになる。2、ロッキーズに1巡目、全体5位指名されて入団。A 級、アッシュビルからプロとしてのキャリアをスタートする。同年の冬には、ハワイウィンターリーグに参加し、マウイスティングレイズで、松井稼頭央などと、チームメイトとなる。AA 級、ニューヘブンで開幕を迎える。7月に AA 級へ昇格し、所属したイースタンリーグでは守備が評価されるものの、この年は最後までマイナーで過ごした。シーズン後はアリゾナフォールリーグに参加し、ピオリア・ジェイブリナスでプレーした。AA 級でシーズンを迎えたが、8月までに打率が352に達するなど突出した成績を収めていたためにメジャーから招集がかけられる。昇格した翌日の8月2日のパイレーツ戦でメジャーデビュー。守備は本来の位置とは違う左翼についたが、この年は本来の一塁のほか左翼に13回、右翼に1回守備についている。打撃では4打数2安打、本塁打も1本放ち、打点1も記録した。この翌日の試合でも本塁打を放つ。1年目は35試合に出場し、打率280.5 本塁打、11打点という成績だった。当時ロッキーズのスター選手だったアンドレス・ガララーガがブレーブスに移籍するのに伴い、からスタメンに定着。打撃3部門でメジャー新人選手1位となる打率。315.25 本塁打、97打点を記録した。新人王争いこそ、ケリー・ウッド、カブスに次ぐ2位で終わるものの、チームメイトは、ヘルトンをロッキーズを代表する選手に選出した。ルーキーが選ばれるのは極めて異例である。3月2日に4年契約を結び開幕を迎えた。打率は320を超え、本塁打も1998年に比べて10本増。打点も100の大台を突破し、チームの主砲となった。6月19日のマーリンズ戦ではサイクル安打を達成している。は、首位打者と打点王の2冠に輝いたほか、過去64年間で最多となるシーズン59に、塁打を放ち、安打、二塁打、塁打、出塁率、長打率、アップスはすべてリーグ1位の成績を残した。シーズンで最も素晴らしい活躍をしたとされる打者に、贈られるハンク・アーロン賞も受賞し、MLB オールスターゲームやシルバースラッガー賞にも選出された。この年、一瞬だけ503打席以上で4割を超える打率、つまり規定打席を満たしての4割打者になった。それは8月18日のマーリンズ戦で6回裏、この日の3本目の安打となる二塁打を放ったヘルトの打率は一旦4割を超えた。当時はメジャーのスコアボードで事細かに選手の打撃成績を表示していなかったため、規定打席を満たして4割に到達したことに誰も気がつかず、3点ビハインドを追いかける、次の打席にも登場したヘルトンは一塁ゴロに倒れ、結局、この試合の399を最後に2度と4割に近づくことはなく、372でシーズンを終えた。この時、打率4割の状態でベンチに下がり、残り試合を欠場していたら、テッド・ウィリアムズ以来の打率4割を達成していたことになる。翌4月に2003年から9年総額1億4150万ドルで契約延長した。この年は打率が.036も低下したが、それでも336という高打率を記録し、最終的にはリーグ2位となった。本塁打は昨年の自己ベストを更新する49本塁打を記録した。長打数は105で2年連続で100長打を達成した。100長打を2回達成した選手は、ルー・ゲイリック、チャック・クラインがいるが、2年連続はメジャー史上初めての快挙となった。さらに守備力も評価を高めるようになり、自身初のゴールドグラブ賞にも輝いた。は、前年から比べると、成績全般が大きく低下。それでも打率、329.30 本塁打、109打点という成績を記録している。さらに2年連続となるゴールドグラブ賞も獲得した。しかし、このシーズン中から痛めていた背中に診察の結果、有利骨が見つかる。手術は回避したものの、この年から慢性的な背中の痛みに悩まされ続けることになる。は、月間打率が3割を下回ることなくシーズンを終えたが、首位打者争いでアルバート・プホルスが打率35871でタイトルを獲得し、ヘルトンの打率は35849でリーグ2位に終わった。前年以上の本塁打と打点も記録した。オールスターには4年連続で出場。シルバースラッガー賞にも2000年から4年連続で選出された。は、バリー・ボンズが首位打者のタイトルを獲得し、2年連続で打率がリーグ2位に終わった。本塁打は30本の大台に乗せたが、得点圏にランナーがいる時の打数は127で、四球が55と勝負を避けら、打点は6年ぶりに100を下回った。その恩恵でヘルトンの後を打つビニー・カスティーヤは打点王となった。守備では高く評価され、2002年以来となるゴールドグラブ賞に輝いている。明けに今まで背中の痛みを抱えながらプレーしていたことを、公表した。7月26日から8月9日にかけて自身初の故障者リスト入りした。開幕から打率が低迷したが、7月下旬に打率300を記録し、最終的には320という成績を残している。しかし、20本塁打、79打点はメジャー定着後ワーストの成績となった。は15試合を終えた時点で、347.1 本塁打と上々の滑り出しであったが、4月に腸の感染症にかかり入院した。欠場自体は15試合だけだったが、その後も原板は続き、シーズン終了時の打率と本塁打は、レギュラー定着以来自己最悪の数字になった。この影響もあり、シーズンにはボストンレッドソックスとの間でトレードが交渉されたが、結果的にこれは決裂し、ロッキーズに留まることになった。は打率 320.17 本塁打、91打点と打撃3部門で前年を上回る成績を記録。二塁打では史上初めて10年連続で35二塁打を達成した。チームはワイルドカードでポストシーズンへ進出し、リーグ優勝した。ヘルトンはプレーオフ初出場を果たした。腰の椎間板の手術を受けたが、は、月間打率が3割下回ることなくシーズンを終えた。5月19日の対ブレーブス戦にて、メジャー通算255人目の2000本安打を達成した。3月11日に球団と2011年の年俸1910万ドルのうち1300万ドルを2014年以降に10年間分割で支払うことに合意し、2012年は300万ドルのオプション、違約金460万ドルだったが、それに代わり、契約金1、0.70000 ドルと2013年までの2年990万ドルの契約に合意した。その2010年だったが、2008年に続いて不振に陥り、出場試合数自体は2008年よりも35試合、多い118試合であり、8本塁打、37打点という数字はいずれも2008年を上回るものではあったが、打率は2008年よりも低い。256に終わった。さらに、規定打席には到達していないながら、8年ぶりに90以上の三振を喫するなど、打撃面で精彩を欠いた。2013年9月14日に同年限りで引退する意思を表明。ファンの前で感謝の手紙を読み現役生活に別れを告げた。2014年8月17日に彼の背番号17はロッキーズの選手として初の永久欠番に指定された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。